どうも皆さん、おじゃすってことで、ジャシンと申します。さあ、前回このラネール境でね、まあダンジョンを攻略しまして、この剣も、まあ、またさらに高みへと登っていったということで、はい、行きましょうか。まずはスカイロクトに帰って、まあいつも通りなんかこうこなしますか、ミニチャレンジを。結構ね、解放できたと思うんだよね。ここ2個ある。待って、あ、行き過ぎ、お互いに行き過ぎた。ことこれは謎の島ね。こんなもんか。近場から行こうか。何これ、これ入れる。お、いける。蝶々もいる。おー、何、そのとこ乗れんの。上大丈夫、上。あ、黒ちょっと来た。まずは俺のこの腕を見てもらおうか、みんなに。はい、このように、はい、このように、でこのように。うまっ、うまくない？うまくなったな、マジで。やっぱうまくなるな、人間って。なんか苦手だからっつって、ね、避けがちなことあると思うんですよ。でも、それを長く続ければ、いつか実は結ぶから。ああ。それをね、ちょっと、この実況を通して皆さんに、お伝えしたいなと、思ってるわけなんですけども。不思議な壁に3つの三角書けば、妖精さんが生まれるらしい。これなんかコメントであったな。なんか矢印書くと矢がもらえたり、丸書くと爆弾もらえたりみたいな。そういうのがあるらしいからね。うん。俺はなんかうんこ書いてたけど。もうなんか幼稚園児みたいなことやってたけどね。本当に申し訳なかったな。あれ？ここじゃないの？ここなんか宝箱の場所じゃなかった。とりあえず違う、もっと違うとこかな。あれ？あ、受け受け。たまになんか下が反応しないときあるんだよね。この謎をちょっと解き、ああ、ここは。痛い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 。あんなとこあったんだ。はい、ここ。よし。何が、あ、待って、でもルピーだったらさ、ちょっと待って、開けないで。あ、違う、ハートのメダル。ハートが出やすくなる。体力に不安があれば持っていこう。あ、預かり屋のやつか。体力に不安別にないけど、でも、多いに越したことないよな。HP は。で、盾がね、多分、今後俺これしか使わないと思うから、鉄の盾と木の盾は預けてもいいと思うんだよな。これでルピー出たら、なんか、話変わってくるから、一回スカイロフトで買い物とか済ませようか。さあ、やってますか？やっているんでございますか？ここ、あ、矢のさ、あったあった。矢筒章、150。ちょっと待って、これは最後にしよう。筒系、袋ってなんか微妙なんだよな。結構回収できたりするからな、このゲーム。まず預けよっか。爆弾袋。まず、盾を、もういらんから、ここに置いて。で、これも、いらんから、ここ置いて。で、これを、ここにセットと。で、あと2個、付けられるのか。あ、1個か。まあ、これを、まあ、袋にするか、それとも、ちょっと、空き容量として、置いておくかって。おお、待って、奥の方に、まあ、宝箱あった。まあ、その前に改造しよっか。さあ、お願い。立て。立っていけるよな。お願いします。はい、いけません。いけません。いけないんか。小鳥の羽だって。知らんな。今まであったか、小鳥の羽って。小鳥ってね、捕まえらんないよな。なんか鳥飛んでるけどさ、たまに。あ、虫取りはいけんな。あとこれビートルね。スピードアップしたら、あれじゃんって思ってたけど、なんかこう変えられるらしいね。ギアみたいな感じで。だから上げ毒ではあるらしいんだけど、優先事項ではないよな。それよりこれ、これちょっと俺、強化したいな。改造しちゃおうか。改造しちゃおう。よーし、改造すんだな。よろしく。オーケー。よし、できた、受け取れ。さあ、これで、より捕まえやすくなったと。うん。まあ、今後、この網がさ、使うとき来るのか分かんない。マスターに報告。剣の能力が向上したため、お宝のダウンジングが可能。へぇ、ダウンジング対象にお宝を加えました。ご活用くださいと。なるほど。いくか。これ何が入ってんだろうな。これルピーだったら、なく、うわ。ちょっと待って。みんなには内緒だって。まどまきげじゃねえんだから。いや、これ待って。これ。もういいか。しょうがねえよな、これ。ルピー溢れたらさ、戻すという機能ないのかな。なんかもったいねえな、200ルピー。200ルピーって相当よ。で、テリーは？テリー1どこ行った？テリー1。テリーのワンダーランド。これでいけるかな？いける。確かポーチになんか、空きがあったような気がするから。それで、うん、これでね。これをゲットしよう。600。
買います。こいつなんか買わないと落としてくるからな、こんな顔して。優雅かえて見えるね。あ、そう、こいつなんかさ、胴体長すぎない？こいつほら見て、なんか胴体長くない？こいつ気のせい、気のせいか、なんかすげえなんかアンバランスな気がする。で、あ、予備財布来た。これ欲しかったな、もっと早く。これもっと早く欲しかったな。OKOKOK。まあいいでしょう。300ルピー多くなって、プラス900と。これあと200プラスだったら600だったのか。ってね、まあ、永遠とぐちぐち言ってますけども。こんな人間にはね、ならないように。あとなんかさ、夜になったら、昆虫交換しようぜっていうやつ、いたと思うんですけど、寄宿舎ってのがね、俺分かんなくて、永遠とまあ、冷ましてたんですけども、多分夜にして、この、寄宿学校の中にね、あいつがいると思うんだよね。なんだっけ、おかっぱのやつ。あいつの部屋に行けよっていう、多分そういうことでしょうね。名前なんだっけ、ラスではなかったな。セバスンでもないのか。あ、セバスン？セバスンってなんだっけ？あ、セバスンは、あれだ。弱気なやつだ。根は優しいやつだ。うむ。これで、夜にして、暗ね。お？え？深夜に、女の子の部屋入れんの？よ。こんな夜更けにレディの部屋にズケズケと入るなんて失礼じゃないの？私、今からお風呂に入ると思ってるの。出て行ってくれるリンク君。でも、前に入ってる人がなかなか出てこないのよね。いやー、いいね。こんな時間にお風呂ですか？そうですか。僕も一緒にいいですか？2階はなんか女の子の部屋なのかな？そういう感じなのかな？お風呂場。え？入れないんだ。どういうことなんだろう、これ。なかなか出てこないとは言ってたけど、出てくるまで待つのもめんどくさいしな。ちょっと手当たり次第入ってみるか、これ。よ、バード。あ、お前。助け。あ、待って。幽霊じゃん。あら、あなたはいつぞやの？フェニーだって。また会えてよかった。実はあなたのおかげで最愛の人に出会えたのです。そう、この彼です。俺の予想が完全に的中したんだけど、この幽霊に取り憑かれてんじゃん、こいつ。もちろんきっかけはあなたからいただいたあの手紙でした。あの素敵な恋文で私はすっかり恋に落ちてしまったのです。うわ、怖。ああ、心の中は彼でいっぱい。ドキドキしてウキウキして、元気が溢れてくるの。あ、やった。感謝の気持ちだ。なるほど、このイベントだったんだな。いろんな人に感謝されて出た結晶は落ちてるもののご子分になる。へえ、これあれか。もしちゃんと届いたら、こいつから感謝の気持ちもらえるってことなのかな。うわ、愛しい人。お前頑張ってな。うん。幽霊だって悪い幽霊ばっかじゃないよ。いい幽霊だって、幽霊だっている。うん。そう信じてる俺は。とまあ、ね、幽霊のね、手紙の、イベントはこういう幕引きでした。あ、いた！お前だよ！よう！ふん、なんだリンクか。一体僕に何の用だ。いや、お前が言ったんじゃん。僕は何してるかって。虫だよ、虫を眺めてる。お前がこっち来いって言ったんだろ。虫は素晴らしい。バドさんと同じか、それ以上に素晴らしい。あ、こいつ、バドの、あれか、親友か。いや、別にバドさんが虫いいかってわけじゃない。とにかく僕は虫が大好きなんだ。いろいろな虫を集めたい。いずれは虫でいっぱいの島を持ちたいと考えているのさ。気持ち悪いけど、気持ち悪いと思うけど、こういうやつがね、研究の未来を背負うんだよね。うん、こういうやつがいるから、研究が進む、科学の発展につながるんですよね。だから、こういうやつには感謝しなきゃいけないんですよ、僕たちは。虫のためならルピーは惜しまない。いいね。これ、監禁なんだ、虫って。僕は夜に大抵ここにいる。ただし、何でも買い取るわけじゃないぞ。この、あ、どの虫を買い取るかはその日の気分次第。虫のいい話かも、取引は 夜だけだ。僕にも世間体というものがある。別にいいんじゃないの？虫好きっつっても。俺は別に、まあ、さっき気持ち悪いっつったけど、人の趣味をね、とやかく言うあれはないからな。デクスズメバチ。砂砂帽子あったな。丸転がし。売ってみる？丸転がしっとく。一匹40ルピー。一匹も、これあんまり美味しくないな。ちょっと待って、虫、これか。砂砂帽子一匹。ただね、俺あんまりルピーに今困ってないんだよな。うん。またちょっとルピー困ったら行くわ。せっかくね、感謝の気持ちもらったから、久しぶりにあいつに会いに行くか。あーもうこう、絶対俺ここ間違えちゃうんだけど、みんな間違いないこれ。
あ、これ玄関だと思って、これ校長の部屋に入るっていうムーブやるよね、絶対に。俺絶対間違えちゃう、これやだ。これが玄関だな。うん、来たよ。おはよう。いや、こんばんはか。お、感謝の気持ちをもう集めてきてくれたみたいですね、モルセゴさん。本の気持ちです、受け取ってください。え、あ、かけらなんだ。ルピーのあれかと思ったけど、やった、ナイス。人間になる前はまだまだたくさんの気持ちが、人なんです。どうかかわいそうな私にお力添えを。あと何個？30個。あれ、マスターに報告。剣の剣が、向上したため、ああ、ダウンジングか。これは結構嬉しいかもしれないけど、30個はちょっとな、欲張りすぎとちゃうか、モルセゴさん。なんか個数的に次が最後っぽいけどな。どうなんだろう。まあまたおいおいやっていくか、このイベントも。あれ、セバス、どうした？5、6、7、はあ、腕立ての練習ですか。はあはあ、ふう。いや、リンク、こんばんは。何をしてるって、見ての通りトレーニングだよ。樽一つ持ち上げられない情けない自分を変えたくてね、少しはたくましくなりたいんだ。恥ずかしながら夜にわかりにごっそりやってんだけど、でも僕、いや、でもやっぱり僕ってダメだね。疲れすぎて早くも音を上げてしまいそうだ。あ、頑張りを持続してくれる薬でもあればもう少し頑張れそうなんだけど。いや、シャキッとしなきゃダメだよね。僕もうちょっと一人で頑張ってみるよ。ほう、頑張りの薬を持ってこいと俺に言う。俺に申すか。だから瓶さ、空き瓶2個しかないんだよな。絶対なんかどっかで空き瓶が手に入るようなイベントがあるはずなんだけど、まあしょうがないな。うん、また今後持っていくわ。じゃあまずは寝て行こうか、もう歌島に。お、お前どうや、寝つきは。なんでよリンク、お前の集中俺は忘れてないぞ。しかもあれからというもの、なんだか夜は寝苦しいし、悪夢見るして踏んだり蹴ったりだ。どうなってんだ一体。というかこのベッド乗らせないか、バラさんとも寝るか。助けてくれリンク。お前めっちゃいいやつだな。めっちゃおもろいわお前。ほんと。どんどん苦しんでくれ。うん、俺のために。よしよしよし。いいもの見たわ。今日もいい天気。さあ、やってきました。歌島。まあ、フロルの勇気、ネイルの英知の次は、まあ、ディン。ディンの力。そんな感じのネーミングだと俺は予想するが。ゴゴゴゴゴゴ。結構こう見ると次、あれ？次こっち？足元の方に出てきたね、女神像が。いや、こう見るとやっぱ次長くなったよな。リンクに報告。紋章にスカイボードあってたことでなんちゃらかんちゃら。はい。これはまあ定型文だね、これ。聖なる炎を求めし者よ。この言葉に、見たび耳を傾けてください。私は時の彼方よりあなたを導く者。聖なる炎は残り一つ。あなたがそれを欲するならば、新たな神器も手に入れなければなりません。神器はあなたが試練を乗り越えるたびにその手に授けられるでしょう。またサイレンか。そして神器の力を借り、進む道の先であなたは聖なる炎の美しさを目にするはず。ではこれより、歌を授けましょう。オルディン火山に眠る最後の試練、その入り口を開く調べです。オルディンか、やっぱり。よっ、ディンの力、おお、当たった俺。やっぱ当たったわ。それがこの曲の名、マスターを導く強く調べ。ディンの力を覚えた。いいね。なんかこう力強い歌だったな。でってってーんみたいな。ファイはディンの力を記憶。ダウンジングにより、試練の入り口の探知が可能となりました。オルディン火山へ向かえや、この野郎と。OK です。久々のオールディン地方ですが、あそこもやっぱりサイレンやるんだろうな。
やだなやだなっつって、でも順番的にさ、普通はオルディンが2番目に来るはずなんだけど、なんでこれ3つ目にしたんだろうな。わざわざこのオルディン地方を3つ目に指定したなんか意味があるのだろうか。それもちょっと考えてきたけど、さあ行きましょうか。三つ目の炎を探しにな。俺たちね、オルディン火山入り口でいいのかな。ここでいいか。降りよう。オッケー。オルディン火山に到着。ダウンジングにより発見可能と。探すか。え？お前、久しぶりだな。また会った頃、元気にした頃か、わしはこの辺りで女神キューブを見かけたという噂を聞いて、はるばるやってきた。お前もいくつか見かけてるかもしれないけど、まだまだ他にも隠されてそうな気がする。気を見たら探してみたらどうごろ？まあ、知ってるけどね。女神キューブももしかして？おぉ、めっちゃダウンジングできんじゃん。今日だけ3つぐらい新規獲得したけど。うわ、懐かしいこいつ。懐かしいな。でも電気のやつと比べたら本当にストレスフリーだわ、こいつ。ありがとうな。ここって何が手に入るんだろうな。俺の想像だとさ、ここで、なんか弓あたりが手に入るのかなと思ったけど、意外と、ね、あそこで、ラネール地方で2個手に入っちゃったから、なんかあんのかな。うるさい、うるさい、うるさい、もう。いや、こんな狭いところでサイレンやんの。俺、頭欲しくなっちゃうよ、こんなところやってたら。思ったんだけどさ、あれってさ、これで取れる？取れたら嬉しいんだけど。は？嘘？ちょっと待って。いやいやいや、そんなバカな。もう一回。いや、取れねえ。ちょっと待って。悔しい。何これ？ずる！なんであんな硬いの？本当に。硬すぎて草生えるね。ここら辺、あ、あっただ。ありましたよ。ここでしょうに。はい。くっそ、またサイレンか。ここ難しそうだな。足場があれだから。来たよ。ソフィーナデーソフィーナデー、はいはい、うまし、ストレート。なんか独特な歌だな。続きをレヒリレルフェンの地方に捧げ、新しいの世界へとお進みください。行きましょう。さっす。さあ、3度目のサイレンか。嫌だな。もうこれが最後なんかな。もういいよね。うわ、難しそう。めっちゃ嫌だやりたくない。もう前回マジで心臓止まりそうになったからな。ラストで。あの経験またすの俺。マスターリンク。そこはマスターの力を鍛える三つ目の試練の場所、ディンの祭で。剣を鍛える最後の炎を探すには、マスターの頃も最後の成長が必要だと思いますと。来た。精神の器。精神の器が満たされた時、マスターの頃は成長し、新たな力を展示するでしょう。ないでよ。ないよ。ないよって。なれなれしいな。外での世界で、待っておますと。まず1個目どうしようかな、これ。あいつ絶対襲ってくるもんな。これ、なんかしょっぱなからなんかきつくないこれ。ちょっと待って。しょっぱなきついんだが、あれ行ってみる。さあ、始まりました。サイレンです。来てみろ、お前。お前結構ね、動き遅いのは知ってんだよ、俺。はい、この通り。勝てるんですね。はい、15個。あれは、あれだよな。無理だよな。アイテム持ってないから、いけないとこが結構あるんだよ、俺。で、俺は見逃してない。ここに曲がった間があったことを。あれ、これいけない？まだいけないのこれ。ちょっと待って。俺あんまりオルディンの地形をさ、理解してないんだけど、大丈夫かな？うわ、出た、あいつ。俺を苦しませた、やつ。うまい。うまい。はい、ストレート勝ち。うわ、あそこにあるし。また行くの俺、ここ。ちょっと待ってね。一回、取っておいて、また下るかじゃ。
はい、終わった。ちょっとやばい。これまずいです、これ。非常に。あそこの赤いやつ取れれば、勝てる。勝てませんでした。勝てません。やばい、死んだ。積んだ俺。ごめんなさい。積みました。やっぱめっちゃ来てる。超地形。待て。これどうやって行くの？こっちか。いや、いける。あれだ。はい、余裕。はい、余裕。焦る必要ねえな、本当に。もう本当に冷静な心を持てば、このサイレン、やれるぞ。だからサイレンなのか。だから精神世界の、チャレンジなのか。そういうことですか。よし。ただ、あそこのね、さっき取ろうと思ってた場所は、どうやって取るんでしょうか。あそこ結構鬼門なんだよね、俺の中で。監視者さえいなければな、すべてが丸く収まるのに。よいしょ。こういくのか。マグマ落ちたらどうなんだろうな、ほんと。前も流砂があったけど、落ちたらどうなっちゃうんでしょうか。ジャンプでやれってこと。あ、これか。これで、こっち。待て。横着してる場合じゃない。横着してる場合じゃないぞ。え、いけないの今の。オッケーオッケー。怖い。やべえな、若干迷子になってる。あそこどうやって行くんだ。マジでもう一本道ばっかだからさ、むずいんだってこれ。よし、ここにもいんのか。お、ありますね。これは嬉しい。ここまで来た甲斐があったな。ここは、あ、こっちもあるんだろうな、多分。待って、やだ、やだ。こっち。何今の。これなんだっけ、さ、赤い水の名前。忘れたけど。これあんの、ちょっとだりーな。このスライダーの操作マジむずいんだって。ほら、今の見たね。これ、任天堂やってるって絶対に。これやばいな。これ控えめに行ってやばいぞ、これ。もう一回あっち行ってさ、スライダーしに行くわけでしょ。多分あの鼻のマークが残り秒数を表してると思うんだけど、ちょっと急がないと。また襲われて、俺の精神が壊れることになる。あそこの上のやつがどうやって取るの？あれ。頼むよ。よし、ナイス。これを待ってんだ。で、あの上のやつどうやって取るの？あれ。風を多分利用していくんだと思うけど。こっちか。あ、こうか。よし、ナイス。あと2個。あそこか。あの、あれどうやって行くんだろう？あの台のところ。もう1個はね、わかるんだよな。一番最初の位置だから。こんなとこにこんなのあった。うっそ。これだったか。やばい。時間が足りない。ひぃー。ただね、いけると思うんだよな。待て。俺の嫌いなやつ来ちゃった。俺の嫌いなやつ来ちゃった。待って、ここで俺の起点。俺の嫌いなやつ来ちゃった。やばい。間に合うか、これ。待て。頼む、リンク。リンク、お前の力が。お前がどんだけ頑張るかで俺が救われるか決まってくる。頼む頼む頼む。リンク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 、ナイスリンク。よし。ただラスト1個、ラスト1個遠い。なんで俺はあそこを後回ししちゃったんだ。嫌なことから先にやっとけっていう先人たちの教えがあったな。宿題とかもそうでしょ。嫌なことは最初にやって、もう夏休みを後半は謳歌するという、ね。なかなか人間ってのはね、そうもいかないんですよね。それが人間の難しいところだな。てか、ま、あの、最初のところってどうやっていくんだっけ、うん、終わったかもしれない。正式に。俺最初のところの戻り方がわかんない。え？戻った。あ、こうやって戻るんだ。ただ、まずいことには変わりないから、もう終わったかもしれない。ごめんみんな。お疲れ様でした。お疲れ様でした。もう僕無理です。もう僕やっていきません、このゲーム。ここじゃね？ここでしょ、多分。こっち。あ、無理だ、これ。絶対無理だ。これ絶対無理だ、俺。ここ登って。なんかいるし。で、ここから滑る。ここからあっちに滑る。
あいつ気づいてない。いける。信じたー。ありがとう。みんなありがとう。俺勝ってたよ。よかった。俺ここは最後にしといて。あのロープのところ最後にしたらもう終わってた俺多分絶対に。やった。勝てたよみんな。この苦しい世界から俺は救われたんだ。よっしゃー。もういい。もうコリコリです、このサイレンは。いっつも俺最後叫んでんな。このサイレン。ああ。ちょっと、汗がすごい今。みんなには伝わらないと思うけど。手汗とか、もう足の汗とか。え？耐熱イヤリング。どんな日記も平気になれる。女神が残した三種の神器。なるほど。これで生きなかったとこは生きるわけですね。リンクつけてる今。イヤリング。あ、つけてる。よく見たら。おお、リンクなんかおしゃれにしたね。耐熱イヤリングの力で、灼熱地帯の侵入を可能。聖なる炎の探索を続けると推奨しますと。リンクさんがちょっと、おしゃれになっちゃった。ほら、赤いイヤリング。ただ俺が見たとき、もうちょっとなんか、いい装飾施されたような気がしたけど、まあ、いっか。そこら辺はまあ、突っ込んじゃいけない領域ですね。